ターの提供でお送りします。新車情報86でございます。今日のタイトルおかしかったですね。元気が出るって言うんですが、元気よくやってみようと思います。今日取り上げる車は60年のですから、まあ、去年なんですが、去年の10月の2日、に日産から発表になった追加発表という格好で発表になりましたフェアレディの Z の車ですが、この車のフェアレディという車はずいぶん昔にできまして、昭和36年、1961年に発表されたものです。この頃のスポーツカーというのは乱暴なものでして、ダットサントラックのフレームの上にオープンボディを構築して、これでスポーツカーと言ったんですから、ずいぶん荒っぽかったんですが、とにかく戦後日本のおそらく初めてのスポーツカーと呼ばれたものだと思います。で、現在のモデル、この花の長い Z になりましたのは昭和58年、1983年に鳴り物入りで宣伝されまして、出てまいりました。世代、フェアレディという名前の世代で勘定してみると4代目に当たるものだそうです。で、フェアレディ Z はエンジンは2リッターのエンジンと3リッターのエンジンがございまして、どちらも V 型のエンジンと直列のエンジンとがございます。そしてどのエンジンにもターボがついておりまして、車の形は外から見るとあんまり変わらないんですけれども、2人乗りの2シーターというものと、日産では 2x2 と呼んでおりますが、世の中では 2+2 と呼ぶ、後ろに小さい椅子をつけたものと、この2つございます。で、今日話題の中心にするのは世界で初めてのセラミックターボというものをつけて、そして直列の6気筒エンジンのツインカム、1本のシリンダーに4つバルブのついているタイプのもの、それにセラミックのタービンバネのついたターボをつけたものでございます。メーカーからのお客様は日産自動車の商品開発室の主管をなさってらっしゃる望月良平さんと、もう一人は第4機関設計課の課長をなさってらっしゃる伊藤博介さんにおいでいただきました。で、望月さんは随分長いこと実験部においでだったんですか。はい、10年ほど実験をやっておりました。ああ、そうですか。はい、で、Z に関係し始めたのはいつ頃から。最近は今年の1月からですけども、はい、実は10年前にも一度 Z を担当したことがございます。あ、そうですか。はい、いつ頃入社なさいましたか。38年でございます。あ、そうですか。はい、それからずっと Z に。いえ、形で当初はずっとサニーの車体を設計しておりまして、はあはあ、はい、で途中で Z に、それからまた実験部の方に移りまして、はい、で今回また Z の担当となります。出戻りでございます。ありがとうございます。伊藤さんは、はい、入社はいつ頃でございますか。昭和42年はあ、それずっとエンジンまた、ずっとエンジンの設計、まあ、あと実験と、はい、ずっとエンジンでございます。そうですか。はい、日産はエンジンはこの頃は数増えましたけれども、はい、つい5、6年前まであんまり数ありませんでしたよね。そうですね。で、伊藤さんのおやりになったエンジンはどんなエンジンでございますか。そうですね、A エンジン、Z エンジン、1リッターで出発したの、はい、可愛らしい、はい、軽いやつ、はい、はい、Z エンジン、 Z エンジンというとあのプラグが2本ついてる、はい、急速燃焼型の、はい、はい、それから今やっております RB エンジン、 RB エンジン、はい、直六の、直六のエンジンですね。そうすると日産自動車の中では全部エンジンいじくった、エンジニアということで、ね、だいぶやられていただきました。あ、そうですか。はい、話は続けますけども、ここでコマーシャルでございます。それじゃあセラミックタービンのついたこのターボをつけたフェアレディ Z という車の開発の狙い、それから特徴はどんなところにあるのかというお話をメーカーの方に伺ってみようと思います。ではお願いします。日頃より日産の車をご愛用いただきましてありがとうございます。今回ご紹介しますモデルは世界で初めてのセラミックターボを装着した直列6気筒ツイカムエンジン搭載のフェアレディ Z200ZR シリーズでございます。このエンジンは新型スカイラインで開発した RB20 型直列6気筒ツインカム24バルブインタークーラー付きターボエンジンにセラミック製タービンローターを採用したものでございます。
このセラミック製タービンローターは非常に軽く、そのためアクセル操作に応じシャープなレスポンスを体感いただけるようになっております。またこれに合わせましてサスペンションもよりスポーティーな味付けにするためにバネ・ショックアブソーバーをチューニングし、一段と機敏で走りやすい性能といたしております。外観ではご覧いただきました通り、インタークーラー冷却用の空気取り入れ口をフードの中央に設け、室内では走りの性能に合わせてフロントシートも新設計のものにするなど、全体でスポーティーな感覚を強調したシリーズとしてございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。その車に私が試乗に行ってまいりました。まあいつものように VTR が撮ってございますので、それをまずご覧ください。で、車はベアレディ Z でして、のっぺりした、私に言わせればちょいと旧式な形の、昔良き時代のイギリス国民が好んだような格好のロングノーズのカムテール、鼻先が長くて尻尾がちょぎれてるというタイプの車なんですけれども、そのボンネット、エンジンフードの上に大きな箱がつきました。こう目で見ると随分こう邪魔くさいものがこう目先に見えるんですが、この箱の下に実はそのインタークーラーのクーリングシステム、なんて言うとありがたそうなものがついているような、風に聞こえるかもしれませんが、下級する空気が温度が高いと密度が下がりますから下級効果が上がらない、そこで圧縮空気を作ってやって、その高熱な圧縮空気を冷やすことで密度を上げて下級効果を上げてやろうというラジエーター、冷却機がその下についているわけです。それで外から来る空気でこう冷やして、今日なんか外寒いですから、冷却効果あるんじゃないかと思うんですけれども、高くなってるんじゃないかと思うんですが、それがこうのさばっておりまして、目の邪魔になっています。まあそうでなくてもこうスラントノーズっていうんですが、鼻先をずっとこう、地面に向けて下げている車、なんとも見切りが悪くて、実際に自分の乗っている車の長さの前方向がなかなかつかめないもんです。で、このフェアレディ Z という車も随分長いことにしたもラリーに使ったりをいたしましたけれども、ラリーのドライバーもこの鼻先の長いので泣いていたんですね。ですがこの形がアメリカで大層受けまして、しかもパワーバルジと言いますけれども、こう力こぶみたいなものをこのボンネットの上へつけるとアメリカの人は喜ぶんだそうですね。で、まあ物々しくこうついてるんですが、気持ちよくノーマルに近い、ノーマルスピレーションに近い感じでパワーを出させ、しかも使わせようというなら、実はドライバーが見る視界の中にこんなものすごいものは欲しくはないんですけれどもね。まあアメリカ好みのと言いますか、まあ日本でもこういうの好きな人はいて、まあ好き嫌いは個人の自由ですから構いませんけれども、そういうものがドカンと乗っているというのがこの車の、まあ、外観上の特徴と言えましょうかね。この車のまあもう随分長く作ってる車ですから特にまあ珍しいところはないといえばないんですが、この車は2リッターの直列6気筒のエンジンにターボがついているんですが、そのターボのタービン、羽車の方の素材を今まではチタン系の、高熱に強い金属で作っていましたけれども、このチタンというのは比較的、目方は軽いとは言われていますし、それから、ね、熱に強いとか、丈夫な金属だと言われているんですが、それでもその排気ガスを羽車に受けて、そして、回して、その反対側、同軸の反対側にある、エアコンプレッサー、空気の圧縮用の、ポンプを回すのに、まだ鈍感なところがあると。
で、タービンが敏感に排気ガスに反応して高回転になってくれるとターボラグと言っていますが、アクセルを踏むエンジンが回る排気ガスが出る、その排気ガスをタービンバネに受けて、タービンが回る、そうすると同じタービンと同じ軸についている、コンプレッサーのファンが回って圧縮空気を作ると、こういう仕事を、アクセルを踏むと同時に始めてほしいんですが、従来のやり方ですと目方が重いことなどがあって、敏感にパッと圧縮空気は作れないわけですね。そこで日産はなんとかそれを新しいものにしてやろうというところから、タービンの羽をセラミックで、まあ、この頃流行りのセラミックで、作るようにしたわけです。でそうしますとセラミックは、少なくともチタン系の合金に、比べれば目方が軽い、それから熱に強い、造形、その形を作るのに、難しいところはあるけれども正確にできるというようなことからいいところがあるわけですね。そうなりますと今度はエンジンを回す、排気ガスが出る、その排気ガスをセラミックのタービンで受けてやる、反応よく、タービンが回り、タービンと同じ軸上についているエアポンプが回って圧縮空気を作るというのをうまくスムーズに反応よくやってやれるというところがいいことだと言われています。まあ、しかしもっとこの頃のターボを見ていて感じることは、もうターボの効かせ方っていうのは軽い効かせ方で、そしてトルクの不足なところをちょっと補ってやるというようなタイプのものが多くなってきまして、ターボそのものがもうついてるかどうかさえあんまり感じさせないエンジンが多くなったわけですね。ともう一つは、あれほどターボターボと言って騒いでいたユーザーがこの頃あまり騒がなくなりました。どちらかといえばノーマルアスピレーションのエンジンがいいと、そのターボなんか火球なんかしないエンジンがいいというような風潮さえ出てきた、わけですね。ですからなるべくターボエンジンらしくないターボエンジンというと表現がちょっと誤解されるといけませんけれども、そういうエンジンにしたい、とにかくまあ特別なものがついていて、その特別なものが、アクセルを踏み込んでやると少し遅れて作動するというようなもんじゃない、ノーマルアスピレーション、普通の火球をしてないエンジンと同じように同じような性格で使ってやりたいという人が増えたわけです。でそういうためにはこのターボはいいということになっています。で今東名高速なんですが、この道路で許された最高速は100キロですから、このターボが、本当にいいのかどうか試すチャンスはあまりないんですけれども、今ちょっとやってみましょうか。今エンジンの回転が2600回転ばかり、時速は90キロ、ギアはマニュアルですから5速を選んであります。上り坂です。ここからアクセルをポンと踏んでみます。でなるほど、平均時速で100キロ、10キロ上げるぐらいだとアクセルをポンと踏んでから、まあこの2000、3000回転以下ですとこのエンジンは割合に肉汁がないんじゃないかなと思っていますが、実はそうでもなくて、ちゃんと火球をしている感じでトルクが太ってきて車を引きずり上げるというような、感じがしますね。確かに新しい技術で、しかもこれを火球をするときに可変にしてやる、必要なときに必要な量だけ火球してやるという考え方が日産にはあるわけですが、その辺が2世代目のターボ、荒っぽい、とにかく出力さえ出ればいい、トルクさえ上がればいいという時代のターボエンジンからもう一歩進んで、もっとこう違和感のない、
ノーマルに近い感じのエンジンを仕上げてやるというのには随分役立っているものだと思います。いつもの山道にこのフェアレディ Z の R というもの、可変で、可変の下級ができて、しかも、ターボ自体がセラミックでできているというものを持ってきました。でもう出力についてはもう申し分なしなんですが、ここで、まあ、こんなことは実際にはやっちゃいけないことなんですけれども、オーバードライブでギアチェンジをしないでどういうふうに走るかっていうのをやってみようと思います。これが走るんですね。よほど低速域から、下級をしてるんでしょうね。こうノッキングもせずに、まあノックをすればそれを拾い出して、点火時期を勝手に変えてしまうような仕掛けになってるんですけれども、しかしどんどん行きますね。別に何の支障もなく、もうこうなるとのんびり走るんだったらば、この車でギアチェンジなんか必要ないんじゃないかと思うぐらいですね。一回もチェンジをせずにこう曲がりくねった道を曲がり、最大で 6-7% ある上り道を上ってるんですけれども、この通りですよ。でステアリングはパワーなんですが、かなりまあ重みを残したパワーステアリングでして、これも違和感ないですね。ただこういう狭い曲がりくねった道行きますとね、もう高速道路でも申し上げましたけども、鼻先の長いのは気になりましてね、ひょっとしたら引っ掛けるんじゃないかというような心配もあるんですが、まあこれも慣れの問題でしょうね。いくつかお詫びして訂正しなきゃいけないことがあるんですが、一つはその可変ターボだと言いましたら、私の錯覚でございまして、これは可変ターボではございませんでした。要するに下級圧を変えるということはございません。それからチタン系の鉄合金のタービンブレードを使っていたといったのも、これは誤りでございまして、ニッケルと鉄の合金のものを今までは使っていた、それをセラミックに変えたというのは本当のところでございます。自動車運転しながら喋ってると、まあ確かなことを言ったつもりでも随分誤りがあるんで、後でお恥ずかしいと思います。燃費をご報告いたしますと、1リッターあたりで 8.5 キロを走っておりました。あるいはこの車4速のトランスミッションで、ポルシェのターボ付きのようなギアレシオになっていたら、ギア比になっていたらもっと走ったかもしれないと思っております。話は続けますが、ここでコマーシャルでございます。一ついろいろ伺います。よろしくお願いいたします。もういつでも忌憚がなくて申し訳ございません。あの望月さん、はい、この車ですね、考えてみるとこの形になってからもう随分長いですよね。それはの細部はいろいろ変わっておりますけれども、でこれが出た頃には、なんて言いますか、流線型の走りみたいなもので、これほど徹底した流線型はなかったんですが、この頃は予算地の自動車もみんな流線型になりましたね、はい、でこの車もう少し流線型変えてやろうか、予算地は流面型なんていうのがいて、なんか聞いてみるって言うと、お父さんが光か風で、お母さんが光か風だなんていうのがありますね。でその時代になったんですが、これは形の方としてはどうでございますかね。もう少し何とかしようかなと思ってらっしゃいますか。まあ、今回のモデルはエンジン機種を追加したものでありますから、はい、あの形の方はそういじってございません、はい、ただ外観的にあの先ほどございましたあのフードバルジがちょっと追加になっております、はい、フードバルジってところですね、はい、まあ、インタークーラーの冷却用で、まあ、どこにつけようかいろいろ考えまして、はい、まあまあ、ここに落ち着いた、はい、あと外観的な話は、まあ、今回先ほども言ったあのエンジンの機種の追加ですから、はい、大きなあの外反の変化はまあ見合わせさせていただいたというところでございます。なるほど、はい、アメリカではあのこの形変えるの困るっていう人が多いんですってね。あの以前そういうことを伺っております、はいはい、なかなかあの幅広い層のお客さんにかなりあのご愛用いただいておりますもんですから、はい、なかなかの Z 党と、まあ、称する方々も大勢いらっしゃるようでございます、はい、GG と言ってますけどね、はい、向こう行きますと、面白いのはショーウィンドウ行って、ポルシェのショーウィンドウと、この Z を売ってるショーウィンドウとこう並び比べて何考えてるんですかって言ったら、どっちにしようか考えてる、
日本ではちょっと想像できないことなんですよね。いや、まあ、どっちがいいって話じゃありませんよ。それで、恐れ入りますが、ちょっとこう、エンジンフード上げていただけますか。今度のこのセラミックのタービンバネを使うことで、このエンジンルームの中で変わったことってのはあるんですか。一つはエンジンが従来の V 型ロッキー筒でございますけど、はい、今回のものは直列ロッキー筒のツインカムエンジン、はい、これに変わっております、はい、それからもう一つ外観的に違うのはこの上にインタークーラーをつけまして、はい、カーボンインタークーラーですね、はい、これが一番大きく変わったところでございます、はい、これはここに、ターボンがあるんですね、はい、そして排気ガスを向こうから取って向こう側のタービンを回してやるとその同軸上についているエアコンプレッサーが回って、やや圧縮空気にしながらこう送り始めると。これが随分あったかいんですってね伊藤さん。そうですね。何度ぐらいになるんですか。ここからこう上がってくるやつは100度ぐらい。100度、ああ水ならもう沸騰して。そうです。ああで、それが上がってくるとこれは空冷式ですね。空冷式です。空冷式、まあいわばラジエーターですね。このラジエーターのこの網の目を通して向こうに持ってってやるわけですが、ここで何度ぐらい熱を奪ってやるんですか。ですね、40度ぐらいは冷えますですね。じゃあ100度のものが60度になって向こうへ行く、はい、そうです。あこれ水冷にしているのもありますね、はい、水冷にするとどうですか。そうですね、まあ同じ程度は冷えると思いますけど。同じ程度は冷える。それじゃ水なんか取り回さないで、そうです、風で冷やしただけで十分と。これはいいと思ってます。ああなるほど。それでこのエンジンってのは、私は好きなのはですね、配線がこう見えないところがね、とっても気に入ってるんですけれども、さてその、ターボなんですが、もう日産は日本で乗用車のターボエンジンを作り始めたのはまあ元祖みたいなもんですね。でまあいろいろな初めのうちのターボってのは荒っぽいもんで、ガバッとこう後ろから突き飛ばされるように走ったもんですが、もうこれはターボがついてるかついてないかわからないですね、はい、で効かせ方がだんだん上手くなったんだと思うんですが、この金物のタービンバネ、とこのセラミックとでは、目方の軽い思いだけが違うってことですね。そうです、うん、あと細かい形状は若干変えてございますけど、ほとんど、はい、重量、はい、軽量という、これがセラミック、話題のそのヘッドセラミックのもので、これは従来から使われていたニッケル合金の羽ですね。でこれどういうふうに持っていただけるか、持つと分かるんですが、これテレビに映そうと思うとここを支点にしてこうバランスぐらいですね。これはそうね。でじゃあ今度セラミックので、さっきは鉄でと、あこうこのおおあなるほどね、随分違うもんですね。支点がここに出来上がるのとここに出来るぐらい違いますね。そうですね、うん、目方で言いますと、重量で言いますと4割程度は軽くなっています。はあそうですか、はい、でこっちはニッケルと鉄の合金、はい、でこれはセラミックですから、焼き物の一種みたいなもんですよね。そうですね、まあ、焼き物というと間違いですかね。人工宝石もセラミックですね、で値段ではどうですか。やはり今現在ですとこのセラミックの方が高くございます。こちらはい、これは原材料はどんな格好してるものなんですか。こう焼き入れて固める前の格好。粉ですね。粉、はい、粉。そうすると粉を型の中に吹いて、はい、でこういうものを使う。そうです、こっちは、うん、もちろん金属ですから、はい、メタル状になってるわけですね。そうです、はあ、で粉をこういう格好にしてプッと作ったら随分安くつきそうなのに、どうして高いんですか。そうですね、今まだこれ世界初でございまして、はあ、作り方も、まあ、慎重に作っているという理由もございます、はい、それから、まあ、粉を固めて、はい、それから高圧で焼結、高圧の高温で焼結するということで、はあ、圧力をかけながら焼きを入れるってことですか、はあはあ、高温高圧ってますと、こっちは何度ぐらいで作るものですか。これも1000度程度です、はい、じゃあもう鉄なんかトロントロに溶けちゃうわけですね。こっちは何度ぐらいですか。これですと1500度とか、もっと高いですね、はあ、そうするとエネルギー、これを生産するためのエネルギーからするとこっちの方がこれどうしても高くつきますね。そういうことになりますね。ねえ、これは低温ではできないものなんですか。低温ではできないですね。固めるためにはやはり温度が必要ですね、はあ、でこれを軽くしてやると、じゃあこれはこう従来のものを後ろに置くとして、この新しいものを話題にしますと、これこうなりますね。
そしてこれはターボをこうカットした、切って中が見えるようにしたものですが、排気ガスがドーンと出てきますね。そしてこれにこう当たるわけですね。そしてこの羽根車に沿って、それでこういうふうに通ってこっちへ逃げてきます。こちらに逃げてきます。逃げ口がこういうふうにあって、はい、でこれが回される、回されます。回されるとこっち側も一緒に回る。空気がこちらから入ってきて、こっちから入ってきて、はい、それでこの中でこの羽根車で圧縮されながら、はい、圧縮されてこう通ってこっち側がボーッと高圧のものになる、はい、その時に最大の下級圧で大気圧に比べるとどのぐらいになるんですか。そうですね、我々は水銀柱でやっておりますけど、はい、だいたい500ミリ HG と、ああ、水銀柱で500ミリ、はい、そうすると大気圧に直しますとだいたい 1.5 ぐらいですか。もう少し上ですね。もう少し行きますか。 1.6、7 ぐらい、 1.6、はい、でここからわっとこう、まあ、いわば無理やりに霧の中に空気をこう押し込む、はい、押しかけるわけですね。その後冷やすという、でその押し込まれたやつが今度はこっちへ行って、この管を通ってここへ行って100度ぐらいにチンチン、まあ、熱くなるのはそのターボが作動するのに高熱を使うから熱くなるわけですか。それも多少ございますけど、やはり空気を圧縮しますので圧縮ね、それで熱くなる。なるほど、その方が大きいと思います。あったかい空気を入れてやったら火付けが吹くとあって、今後火付くのに具合がいいと思うと、そうでもないんですか。そうですね、そういう場合ありますけど、やはり大量の空気を入れようと思いますと、はい、冷たく密度を上げて、入れると、はい、いい方がいいですね。なるほどね。で、そこでその箱の中でうまくバランスさせて、それぞれのシリンダーに管で送ってやると、はい、こういうわけですね。それで軽くするということで、得られるいいところというのは、排気ガスがちょろっと当たってもくるくるんと回るからですか。非常に排気ガスが少なくても軽く回ると、はあ、か低速でも回ってる、はあ、少し加速してもすぐ回り始めると、はあ、いうことで、自然火球に近いエンジンということで、このターボというのを開発しています。はあ、しました。はあ、なるほど。それでこのタービンですが、こいつはこう軽くなると回転数が上がるんですか、それとも今までの重いタービンと同じぐらいしか回らないものなんですか。最大の回転数は同じでございまして、はい、ウエストゲートで、ウエストいたしますので、はい、最大はそうですね、1分間に12万とか13万ぐらいの回転数ですけども、はい、それでメタルでもプラスチックでも、はい、セラミックでも同じでございます。はい、ああそうですか。一番回るのは、ただ回り出していますか、回転の上がり方がピュッとこう速いわけですね。ここに行くつくまでの時間が非常に短くございます。はあ、でそれは重いこの金属のに比べるとどのぐらい向上されるか。そうですね、体感だともっとあるんですけども、はい、2、3時間ですと2割とか3割、はい、2割程度は短くなります。あ、そうですか。しかしまあこんなものがそんなにたくさん回ってですね、これ見てみれば、こういうところにこれカメラさん寄っていただける、ターボをよく見るチャンスはあんまりないんで、ここに小さな穴が開いてあるのが、これはオイルの通路ですね。これはオイルですと、この穴の奥でこの軸が回ってるわけですが、ここから供給されるオイルで浮いて回ってるわけですか。そうですね、循環しているわけです。見てるわけですね。でそうなるとここの油が変質したり、はい、それからなんかゴミがあったり、はい、なんかするってと1分間で12万も回ってるもんですから、こういったたまんないことになりますね。そうですね、オイルは非常に大事だと思っております。はあ、そのためには何か仕掛けをするんですか。結局はエンジンオイルを流用して使ってるわけですね。エンジンオイルを流用です。ここ、はい、一つは水冷、そのオイルの外に、はい、水を通しておりまして、あ、これはお堀、はい、水が通るお堀ですか。そうです。はあはあ、それで水冷やし、そうです、水で冷却してあって、はあはあはあ、これが12万回転も回ったと、これなんですかね。いや、それも大丈夫でございます。はあ、こっち側の羽根、このコンプレッサーの方の羽根はアルミニウムですか。え、アルミです。このアルミとセラミックと比べると目方はどうですか。まあ同じ程度だろうと思う。同じぐらいですね。はあ、同じだと、これを何もセラミックにする必要はないわけですか。そうです、温度も低いですので、はい、そうセラミックにして鮮度に耐えるという必要も全然ございませんし、ああこちらはもうアルミでいいと思っております。はあ、要するに高熱に耐えなきゃいけない、そうです、高回転に耐えなきゃいけない、それで軽くなきゃいけない、はい、という
ところが難しいわけですね。しかし乗った感じは本当にだんだんこうターボもターボついてないエンジンも同じような感じになってきましたね。だとすればこのターボの効かせ方次第ではこのぐらいの大きさの車を走らせるのに2リッターのエンジンじゃなくてもいいということも成立しますか？それは十分成立すると思います。車の性格によりまして、エンジンの大きさその他を選んでいかなくちゃいけませんもんですね。そういうような組み合わせは可能だと思います。なるほど。私はねちょっと思ったんですが、この車にこう試乗をしているうちに、これは5速の手動の変速機がついてますね。この頃のポルシェのハイパワーバージョン見ますと、力のあるターボのついてるやつは4速ぐらいしかありませんよね。であれで十分カバーできる。でなるほど、これも山道へ行って5速のままとことこ登ってみると、もうどんどん加速しながら登るぐらい、登るんですね。なのにどうして5速のトランスミッションが必要だったんですか？まあ一つは高速でクルージングしてる時の回転数をなるべく低くして、なるほど、燃料消費の関係でですね、まあ、少しは経済的なことも考えさせていただいていると。なるほど、一つそれはございます。はい。まあ、それから、まあ、4速でも5速でも、まあ、同じかもしれませんけども、シフトのフィーリングの楽しさっていうところが多少付け足しになります。せせっこましい大将、あ、ガキなんて言ったけど、せせっこましい若者が多いから、年中こうやりたがるやつがいますね。なるほどね。そういうところはやっぱりヨーロッパ人やアメリカ人の考え方と違うのかも分かりませんね。アメリカではこの車は自動変速機で乗ってる人の方が多いですね、オートマチックの方が。はい。でも Z の場合は北米ではやはり自動変速機が多いございます。あ、そうですか。はい。あ、これ乗った方がスポーツカーに乗ったような気分がする。そういう感じでお選びいただいているようでございます。なるほど。実はこの番組のアシスタントのエトリさんがね、この車に1回は乗ってみたいんですって。ただこういう穴蔵みたいなところにこう入っちゃったら具合悪いんで、椅子の座面をもう少しこう高くなるとありがたいなぁなんていう意見がこの番組の女性からございましたことをお伝えします。ありがとうございます。質問をこれで終わりにいたします。ありがとうございました。小松さん。今週はいつもの例からすればあまりたくさんのハガキとは言えませんけれど、それでも、ずいぶんたくさんのハガキを頂戴して大変ありがたいと思っております。相変わらずお叱りもございますし、誤りの訂正もございますし、それから励ましのもございます。一番私驚いたのは三角窓をなんとかしたい。まあ三角窓とは言わず、三角窓もしくは三角窓の機能を持った何かを備えるべきだという意見を申し上げましたら、ご賛同の方が大変多ございまして、そのうち皆さんのプライバシーを犯さないように複写をいたしまして、各自動車メーカーの開発の人たちに読んでいただこうと思っております。それからもう一つは、私が申し上げたことで11人以上乗る車の乗用車には2種の免許が必要だと申し上げたのは、私の言葉がちょっと足りませんで、不特定多数の乗客を乗せるときには2種の免許でなければいけないんでございまして、要するに青いナンバーのついた車ですねは2種の免許証がいるんだそうです。それがちょっと誤りでございました。訂正いたします。さてこれは埼玉県鴻巣市の武井さんという方からいただきました。最近各メーカーでは限定車のあるものを多数販売しているようですが、そのような車を買い替えの時など何かのメリットがあるのでしょうかということでございます。で、まあ限定車というのは非常に率直に言えば売れが渋ってきた時、もしくは売りを煽りたい時にオプションで買って取り付けるとかなりの額になるものを格安に取り付けて売る形のもの、もしくは塗装を変えるというもの、内装の色などを変えるというものが多いわけです。そしてそれが買い替えの時に何かメリットがあるのでしょうかというのは、もしオプションで必要なものをそういうふうに取り付けるとすれば、後で取り付けるとすれば、初めから付いている限定車を買った方が、ものによって違いますが、6、7万円は得になる感情、それは小売りの値段ですよ、6、7万は得になる感情に、ちゃんと付いています。それが中古車になりますと買った時の値段を母価にいたしまして、だんだんこう計算で落としていくわけですから、初め払った分だけやっぱり年々落ちていきますねということで、この方にはあんまり得がないようでございます。
これは岐阜県高山市の坂口俊彦さんという方からいただきました。大型バスやトラックなどには排気ブレーキがついていて、私たちにはとても役立ちますが、 2000cc クラスの中型自動車になぜついていないのですか。急な下り坂などではとても役に立つと思いますが、ついていれば事故も少なくなるのではありませんか。あなたどう思いますか、というご意見ですが、私も全く同じ意見でございます。何度か申し上げたこともございますし、トラックメーカーのエンジニアたちで車に乗ってる方はみんなそうおっしゃいますね。小さい小排気量の車でも排気ブレーキをつけると随分効率のいいもんなんだけれども、どうしてつけないもんかなと。同じ自動車エンジニアでも大型をやってらっしゃる方と小型をやってらっしゃる方は随分考え方が違うようで、そうおっしゃってました。で、聞いてみますとですね、一つはその、こう音が出るとかですね、あの排気ブレーキっていうのは実はこう鼻をこう詰まった格好になりまして、排気ガスを出にくくすることでブレーキするわけですが、それをしますと音が変わって、その音対策が厄介なこと、それから、排気管の中にバルブをつけてやらなきゃなりませんから、それがそのコスト高になるということ、それからブレーキが効くよりも加速性がいい方がいい、だから邪魔物をつけるとそれだけ排気の邪魔をするわけですから、あまり良くなくなっちゃうんじゃないかなということでつけないんだそうですね。しかし、あっても悪くないと思います。もう一つご質問でやってみましょうか。これは岐阜県揖斐郡の揖斐川町の小川浩二さんからいただきました。買ってどうもライトが暗い、バルブを100ワットのものと変えたけれども、バッテリーが40で小さいため60に取り替えた。充電不足と思うが対策はどうかということでございます。バッテリーの容量を上げて充電不足になりそうならば、それはオルタネート発電機の方も変えてやらなきゃいけないわけですね。もう一つ上の発電機があなたの車にぴったり合うかどうかは分かりませんけれども、探してお付けになることは違法改造ではございません。そうなさってみてはいかがでしょう。じゃあここから先はプレゼントコーナーです。はい、駐車情報86からのプレゼントです。自動車専門誌のモーターファン、モーターマガジン、月刊自家用車、カーグラフィック、ドライバー、ルボラン、カミオン、ゴーグル、カーセンサー、ナビ、カートップ、グルマニア、以上12種の中からご希望の雑誌を抽選で120名の方に3ヶ月間無料でお送りいたします。続いてのプレゼントはこちらです。アメリカをアメリカらしく感じたいあなたに、横浜は石川町元町入口タワーレコードよりタワー特選ヒット LP を5枚セットにして5名の方にプレゼントいたします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の雑誌名、またはタワー特選ヒット LP とお書きの上、住所、氏名、電話番号、番組に対するご意見ご感想を添えてご覧のいただきまでお申し込みください。なお発表は商品の発送をもって返させていただきます。おはがきお待ちしています。来週はソアラの2世代目ができました。随分形は似てるんですが、細胞を見るとかなり大幅な変更がございます。これを取り上げようと思います。ところで望月さん、この頃のスポーティーカーというのは、そのスポーティーカーというかスポーツカーも含めてそうですが、ハイパワーのものは4輪駆動になりたがりますね。例えばお宅でモーターショーに出したものはそうなってましたね。フェアレディの Z についてはどうでございますか。そういうのもいろいろ検討はしております、はい、出すからそれは別にいたしまして、はい、ああいう技術的な開発はもうどんどんやっております。ああ、出さないとあんまり研究だった意味がありませんね。いずれは出せると。エンジンの方は4輪駆動になると何か変えなきゃいけませんか。そうですね、当然変えなきゃいけないですね。そうですね、トルクが持ってなきゃいけないことになるわけですね。おや、そうですか。馬力よりトルク、まあ馬力も欲しいっていう方がいますからね。両方ですね。そうですね、うまくやってください。特にこの車、アメリカでたくさんの外貨を稼ぐ車ですから、台数制限のある時にはこういう車で稼ぐのは有利でございましょうから、日本のためにはぜひ頑張ってもらって楽しみにしてください。どうもありがとうございました。